はい、先ほどですね、職場から帰ってきました。お帰りなさい。はい、ただいま。今日はですね、僕は自転車通勤を、したんですけども、帰ってきただけでね、今汗だくです。外の気温は今日は、すごい暑くてですね、連日全国的な猛暑で、名古屋も今日は38度7度暑かったでしょ。すごい、部活がもうやばい暑い。もうだから夜帰ってくる時も多分外の気温はね30度を超えてるんじゃないかなって思うんですけど、本当自転車を切る風もなんか温風って感じで汗だくになりました。はい、ということで今日はね、その汗だくは全然関係ないんですけども、僕が、ボディビル大会の時に、直前に行うパンプアップのメニューを今日はねご紹介したいと思います。はい、そういうリクエストをですね、ちょっと以前アップした動画のコメントにですね、いただいたものですから、今日はそれにお答えするという形で、ちょっとねご紹介したいと思います。はい、はい、で まずパンプアップとは何かっていうお話からしようと思うんですけども、パンプアップとはですね、ボディビル大会の直前、本当舞台に上がる直前に行う、軽いトレーニングのことで、それを行うことによってですね、筋肉がちょっとポーンと張った状態になるんですね。その張った状態で舞台に上がることによって、ちょっとね、こう見栄えのいい体を作るっていう、そういう目的で行うのがパンプアップです。そのパンプアップって知名度って高いの？知名度、うん、知名度、一般の人には多分高くないと思うけど、ボディビルダーなら全員知ってるし、ボディビルだけじゃなくても今いろんなね、フィジークとかベストボディとかいろんなジャンルの試合があるから、その試合に出る人たちはみんな知ってると思うよ。だけどそのパンプアップをね、どういう風にやるのかっていうことをは、大会今まで出たことない人は全然知らないとは思いますし、僕も最初出た時は全然知らなかったので、教えてもらってね、その通りにやるっていう形だったんですけども、ということで、僕のパンプアップのやり方は僕なりのやり方っていうことでね、一つの参考にしていただければということで今日はご紹介したいと思います。はい、一応僕はね、ゴムチューブを使ってやります。僕が出場する大会はこれ以外はね持ち込んじゃダメなんですよ。あとプッシュアップバーとかはいいんですけど、ダンベルとかは持ってっちゃダメなので、なので僕は、ゴムチューブを中心にパンプアップを行います。でやるメニューはですね、胸から始めて背中、肩、腕っていう順番で行います。はい、ということで、早速ね胸からやっていきたいと思います。ちょっとね脱いだ方が分かりやすいと思いますので、ちょっとどうせ汗かいてるしね。だいぶ焼けてきたね。ん？だいぶ焼けてきたね。あ、ちょっと黒くなってましょう。ということで、まず胸からいきます。はい。胸はね、チューブは使わないんですけど、腕立て伏せをやります。うん、で、やり方は本当にただの腕立て伏せなので、このまま、こうね、下ろしてあげる。それってパパ楽勝？楽勝だよ。いいな。っていう、こういう感じで丁寧な動作でやるんですね。でパンプアップの一応基本はですね、張らせることが目的なので、疲れちゃうとダメなんですよ。疲れちゃうと筋肉がこうギュッと収縮しなくなって、張るんだけどこうカットの出ない状態になっちゃいますので、そうなる手前でやめるっていうのが一応パンプアップの基本かなというふうに思います。でちょっと今のやり方と見えにくいと思うので、ちょっとね角度変えてみますね。これ地面でやってるとしてね、腕立て伏せをやるんですけど、こういう感じで大胸筋をこういうふうにっていう意識でやります。だからこう下ろすときはストレッチをかけて、上げるときは開いてこういう感じ、こういう感じ、わかる？うん、わかるよ、わかるよ、なんかこういう血管？血管ができてこういう意識で一応10回をね、ゆっくりやります。ってやると、今でも5、6回しかやってないですけど、ちょっと軽く張ってくるんですね。で、これを1セットで、それをですね、ちょっと休憩を挟みながら3セットやるっていう、感じで、胸をやって、背中をやって、肩をやってっていう順番でやっていきます。はい。で次、背中はですね、ゴムチューブを使います。ゴムチューブを使って僕はですね、ベントバローイングを行うんですね。一応足でこうやって踏んづけて、
まあ、この踏む位置によって負荷の調節ができますので、まあ、こう引っ張りながらね、ちょっとこう負荷を見ながら、だいたい僕はこのぐらいかな。で、ここからこういう感じで、うん、後ろからよく見えるように、ちょっと背中取れる？うん。ではここから一応広背筋のパンプアップを目的とするので、こういう感じで広背筋に力を入れることを意識して行います。ではゴムチューブなので、あまり下げすぎると負荷切れちゃうものですから、この辺で止めといて、で上げるときもこんな感じでちょっと体を持ち上げて、より負荷が強くなるように調節したりしながら、それって結構負荷かかるの？背中に。これは結構かかってるよ、この状態。だから下ろすと切れる感じ。で、これも10回ぐらい行います。そうすると広背筋がボーンとパンプするので、こうね、開いた時の、なんですか、この背中の感じがちょっとこう、うん厚みが出るというかね、あの背中 の広がりがより強調される状態になります。じゃあ、次は肩はいろいろあるんですけど、サイドレイズとか、まあ、アップライトローイング、このあたりが一般的かなと思います。サイドレイズは、まあ、こう真ん中で踏んづけてこういうふうにやるんだけど、今ね、僕はちょっと肩を怪我していて、左のサイドレーズが痛くてできないんですよ。だから筋肉痛中で怪我しちゃってるの。だいぶ前にね、ちょっと痛めちゃって、それが未だにね、治ってないからサイドレーズができないのね。だから今回のパンプアップはですね、アップライトローイングをやろうかなと思ってます。なので、まあ、このように踏んづけてこう、まあ、こうでもいいし、2本いっぺんでもいい、その辺はちょっとやりながらこう変えていこうかと思うんですけど、こういう感じで肘から上げていくように、こんな感じですね。でこれもゴムなので下ろすぎると負荷切れちゃうんですから、この辺で止めておいて、どうやって結構力いるのそれ。ね、あんまり力いるような負荷でやると、うん、さっき言ったみたいに疲れちゃうので、筋肉に負荷はかかるんだけど疲れすぎないその強度でやるといいかなって感じ。だからもしこれがねきつい場合はちょっと膝曲げたりすると、心の多少楽になる。そうそう、多少楽になるっていう感じです。ちょっと後ろから撮ってみますね、うん、あ、見える見える見える。なんか少しなんていうの盛り上がった、うん、線が出てる。線が入るでしょ。とにかく効かせることを目的とするので、丁寧な動作で一回一回筋肉の収縮を意識して。これは何回やるの？僕は全部ね10回を1セットって決めてます。なのでこれも10回で、またこれもねインターバル開けて3セットっていう風に行います。で今ね、ちょっと肩張ってきた感じで、まあ、こうなのでやりながら各部位を確認しながらですね、胸なら胸、背中なら背中で、肩なら肩、こんな感じでね、うん、こう確認しながらパンプアップするといいと思います。じゃああと腕、腕はね二頭筋と三頭筋なんですけど、まず二頭筋から僕は先にやります。二頭筋はね、カールを行います。これもチューブを踏んづけて、で両手いっぺんにカールする。あ、それ見たことある。それこんな感じでね、うん、まあ、これも負荷の調節は足を踏むこのねゴムの位置で、だから強く下側をこう広げたりとかしてね、踏むところはかかと、まあ、どこでもいいと思うよ。ゴムがずれなければいいから。でここからまず肘をちょっと曲げてこんな感じで、うん、腕が鍛えられてる。そうそう、なるべく丁寧にこれも上でギュッと二頭筋を収縮させて、で下ろす、うん、
まあ、いわゆるスロトレってやつ、スロートレーニングで、そうそうそう、そういうイメージでやると軽い負荷でもしっかりと、パンプさせることができますので、だから負荷の抜けない範囲で丁寧な動作でスロートレをやるっていうイメージかな。なので今もね、まあ、そんな回数やってないですけど、しっかりとやっていきます。あ、硬い。じゃあ次は三頭筋。三頭筋はフレンチプレスかキックバックをやることが多いです。キックバックの場合は、まあ、グリップをですね、こんな感じに握って、でこれで後ろに伸ばす。そうそう、これはね、ここ、ここに、うん、ああ、わかるわかるわかる、力入るでしょ。うん、力入ってる。ここだよね。そう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 、動いてる。まあ、これ両手っぺんできるから、こんな感じね。うん、これも踏む場所は同じ？そう、負荷によって、負荷強くしたかったらもうちょっと足広げてとかね、調節します。まあ、これで後三頭筋が張ってくると、うん、まあ、こんな感じでね、今ご紹介した、胸、背中、肩、腕っていう順番で僕はパンプアップを行うようにしています。で一応ね、パンプアップの方法は他にもいろいろバリエーションがあって、まあ、ちょっとそれも軽くご紹介したいと思います。パンプアップっていうのは要するに、筋肉に負荷をかけてこうね、まあ、軽いトレーニングができればいいので、それでさっきはゴムチューブを使ったやり方だったんですけども、相手がいると徒手抵抗っていった手の抵抗を使って、お互いがパンプアップをすることができます。ということでちょっと手伝ってね、はい、これ台があるからここに立ってもらって、でこっち向いて、まず、お互いが肩と胸のパンプアップができるやり方です。これ手前にして、そうそう、で、胸の係はこれを内側にこういう感じで押す。で肩の係は、あ、分かった、この時に開く開く開く、こう、そう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 、あ、これをお互いが力を入れ合いながらギョッと開いて、そう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 、そうするとこう開いた方は肩に効く、で支えてね、支えてね、でこういう感じでやると胸が効く、で開いて、あ、それを繰り返す、そうそうそう、で胸開いて開いて開いて、あ、そう、両方、っていう感じでやります。でお互いやったら10回ずつぐらいやったら今度交代、ああ、ここの手を持ったら内側にグッと押す、そうすると胸に効くでしょ、うん、でこれをグーッと開くと、開く方は肩に引く、で閉じて、で開く、はい、閉じて、もっと強く、もっと強く強く、ずっと押しっぱなし、はい、そう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 、っていう感じでやると胸と肩がね、お互いパンプアップさせることができます。あと腕、を二頭筋と三頭筋両方できるんですけど、まず二頭筋の係はですね、タオルをこうやって持って、こう、そうそう、狭く狭く持つ、狭く持つ、でこれで肘を曲げる、そうそうそう、そうするとカールになるので上二頭筋がパンプします。でこっち側は三頭側の係はこれを下にグッと、あ、で上がった、こっちも力入れる、そうそうそう、そうすることによって二頭筋と三頭筋をお互いパンプアップし合います。じゃあいくよ、せーの、はい、持ち上げて、でこういう感じで持ち上げて、あー、なるほどね、持ち上げて、ギュー、持ち上げて、ギュー、っていう感じです。二頭筋で、二頭筋ここ、三頭筋これ、これ三頭筋こっち、うん、じゃあ反対、じゃあ今度は二頭筋係がこうやって持つから、そうそうそう、でそれをね下に伸ばす、ギュー、そうそうそう、でカールで伸ばして、カール伸ばす、ここ疲れてくる、うん、ちょっととこんな感じです。じゃああともう一個ね、背中、背中はねちょっと座ってみて、正座、あ、いや、足をね伸ばすの、お互いタオルを持ち合って、そう、そうそうそう、で足はねどういう風でもいいんですけど、あんまり距離が遠いと
こう柔軟性とかもあると思うので、まあ、こんな感じでやっています。これで引っ張る。お互い引っ張り合います。こうやって引っ張ったら、ちょっと耐えてて、耐えてて、耐えてて、引っ張っとって。はい、で、次こっちを引っ張る。で、また引っ張る。スマッシュみたいな。そう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 。で、引っ張るときは背中をこうやって寄せる。背中を寄せながら引っ張ってみて。寄せる。そうそう、それ互い前に来ないで、ここここここ。こうすると、で、肩甲骨寄せる。ああ。そう、背中効くでしょ。で、持てて持てて。で、それをまたこう、お互い繰り返す。はい、引っ張って。そう、うまい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 。こんな感じ。引っ張って。うまいじゃん。はい。こんな感じで。やると、お互い背中のパンプアップを行うことができるという感じで、これで一応ね、さっき言った、胸、肩、背中、腕の、上半身全体をですね、相手がいれば、こうね、ゴムチューブがなくてもパンプアップをすることができます。はい、ということで、今日は僕が普段ボディビル大会の時に行っているね、パンプアップのメニューをご紹介させていただきました。どうだった？楽しかった。結構こうトレーニングのね、まあ、基本というか、パンプアップってやっぱりこう、張らせることを目的としてやりますので、マッスルコントロールがすごい重要です。だから効かせることがすごい大事。パッパッとね、やっちゃうんじゃなくて、とにかく丁寧な動きで、しっかりと、各筋肉を効かせる。それでね、疲れる手前でやめて、パーンと張った状態で、まあ、舞台に上がるっていうのが一番理想かなと思いますので、だから逆に言うと、舞台に上がる時間から逆算して始める。っていうのもパンプアップの、まあ、結構重要なポイントかなと思いますので、まあ、そんなところもぜひ意識していただければと思います。じゃあ最後にポージングの練習も兼ねて、体のチェックをしてね、今日の動画を終わりたいと思います。ちっちゃい方、パンツちっちゃで、リラックスポーズ、それリラックスポーズっていう、そうそうそう、ダブルバイセプス、あとスプレッド、サイドチェスト、バックダブルバイセプス、ちょっとお尻痛いから、まあギリギリセーフ、ギリギリセーフ。サイドトライセプス、で最後腹筋、アブダミナルサイド、で、マスキラーね、この前やったのが日曜日、あれの時よりはちょっと体重が落ちてると思うんだけど、ちょっとね、後で僕も映像をチェックしてみたいと思います。はい、で最後にちょっとね、次男の得意技、僕はまだ見たことないんですけど、なんか指立て伏せができるっていうふうにね、さっき聞いたので、それをぜひやってもらおうかなと思います。はい、じゃあお願いします。おお、すごいね。おお、すごい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 。頑張れ、頑張れ、頑張れ。まだいける、まだいける。もう一回、もう一回、もう一回。6、7、おお、6回？すごいじゃん。すごいね。これ、空手でやってんの？すごい。僕はできます。なんか、この頑張りを見せられたら、僕もちょっと、残りのね、期間頑張らないと。ちょっと悔しい。
はい、ということで、最後はね、弟の頑張りを見せてもらいました。はい、ということで今日の動画はここまでです。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。